大変お待たせいたしました。松山城へ行を置いてた名もし、本日は松山城山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。このロープウェイは山麓東雲口と山頂長者座なる間、延長約330メートル、標高差約60メートルを所要時間約3分で結んでおります。運行方向右手のリフトは所要時間およそ6分、ロープウェイリフトは共通券となっておりますので、お帰りはお好みの方をご利用ください。これよりお尋ねになる松山城は、静ヶ岳において武勲を立てた一本槍の一人、加藤義明公が1602年から20年以上の歳月をかけて築いたことに始まります。海抜132メートルの勝山山頂に本丸を、中腹に二の丸、西山麓に三の丸を置く平山城で、別名近畿城、勝山城とも呼ばれています。天守は全国で12箇所しか残っていない現存12天守のうちの一つで、江戸時代以前に建てられた天守を有する城郭であり、天守、野原櫓など重要文化財21棟をはじめ、城山全体が国の史跡に指定されています。まもなく長者隣に到着いたします。ホームでは多少揺れますのでご注意くださいませ。こちらから本丸広場までは徒歩およそ10分、どうぞごゆっくりご観覧くださいませ。ご利用ありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいませ。